けてはどうでしょう。活用します。いや、離して。先を越されたか。仕方ない、力ずくでも。待て、この場所は。クソ、さっさと来い。お前の血がなかったら仲間たちが。うわっ。奴を安全な場所に。たく世話の焼ける。気をつけてな。気づいたか。お前らはさっきの。あの女はどこにいる。答える。あの女をどこへやった。彼女は俺たちが引き取らせてもらう。あの人間は俺たちのもんだ。力ずくでも。人間は物じゃない。彼女たちには平等に生きる権利がある。この偽善者どもが。何が平等だ。餌にして何が悪い。人間どもを守ってんのは俺たちレブナントだ。俺たちはどうして墓場から叩き出された。誰のために何度もクイーンに殺された。のたうち回るほどの血の渇きは、ロストに落ちるこの恐怖は、一体誰のためだ。全部人間のためだろうがよ。だったら俺たちに血で奉仕するのが人間どもの役目だろうが。だからって人間を好きにしていい理由にはならねえだろう。レブナントには平等に生きる権利はないのかよ。俺たちだって好きでこんなこと。それだけあれば一月は持つはずだ。ちょっと待てよ、それって。その代わり、二度と俺たちの前に現れるな。次はないぞ。お前、まさか赤剣の。しばらくは節約生活だな。別に気にすんな。なくなったもんはまた探せばいい。終わらせてみせるぞ、いつかレヴナントの苦しみを。
よし、ここから血類の泉の流れをたどる。少しだけ時間をくれ。すぐに終わる。次の目的地はこっちか。あれを使えば行けるはずだ。片付いたか。それじゃあ、いるんだろ。何を。近づかないで。私の生き方は私が決める。あんたたちの言いなりにはならない。いいから、ナイフを離すんだ。もう嫌なのよ。毎日のようにいろんな人に血を吸われて。私は家畜じゃない。そうじゃない。助かる方法はある。知り合いに保護シェルターの事情に詳しい奴がいる。そいつに頼めば人並みの生活は保証してもらえるはずだ。そうすればレヴェナントの鍵に怯える必要もない。献血程度の血の提供は必要になるが。何よそれ。そんな都合のいい話信じるとでも。必要な情報はその紙に書いてある。どう生きるか決めるのはお前だ。どうして。これ以上誰かが犠牲になる必要はない。それだけだ。さあ先を急ごう。